はい、医療系重要テーマ、小論面接採択第10回薬害です。あんまりなんか、お医者さんを目指してる人にあんまり馴染みのないことかもしれないんだけど、例えばさ、お医者さんがさ、例えば医療ミスやったよね。医療ミスやったとしたらさ、まあせいぜい2、3人でしょ。その、なんだろう、すごい人生を変えちゃうっていうのは。ただ、この薬害って何かっていうと、医薬品でもう健康被害だから、もう何人とかじゃないんだよ。何千人とかいうレベルで効果を、っていうかもう本当に被害を出しちゃうわけね。だからすごい大変なものなんだよ。で、薬害って何から始まると思う、みんなだと。で、それは何かっていうと、医薬品などによる健康被害って言ってもあんまりピンとこない、とかまあピンときてても、あ、じゃあよくあるとさ、インフルエンザのタミフルって薬やるじゃん。そうすると異常行動あるとか、あ、あれのことかって思うかもしれないけど、あれはちょっと違うのね。あ、違わないくない、ちょっとあれはある程度なんかちょっともしかすると薬害に入るんじゃないかって言われてるけど、例えば風邪薬飲みました、なんか眠くなってきた、それって医薬品による健康被害じゃねって思うじゃん。眠くなってるの、被害受けてるよ。いや、あれは違う、副作用だから。副作用とは別なのね、薬害ってのは。副作用ってもちろんちゃんと薬を販売するときにはちゃんと調べられてるの。こういう症状がある、症状がある、症状がある。でも、そういう症状よりもやっぱ薬を使った方が断然いいよっていうことがあるから、ちゃんと副作用っていうのは調べられて、例えば使う時には気をつけよう。で、あんまり副作用が強いものとかだと、ちゃんと薬剤師、医者が処方箋を出して、薬剤師が見て、ちゃんと薬、こういう薬でっていうことをちゃんと話して売られてるわけだ。ただそれとは別で、例えば副作用を調べてる時に副作用を見逃しちゃったとか、飲み合わせって知ってるかな、薬と薬ね、2つ薬飲んだ時にもしかすると2つが邪魔し合っちゃうとか、すごい過敏に症状が出たりする。あとなんかグレープフルーツジュースでさ、薬飲まない方がいいとか、そういうのもあるよね。あれと同じ、あれが飲み合わせとか。あと、これは最近はないんだけど、昔だとね、そのワクチンとかに注射だよね、あれにウイルス入っちゃってたよとか、そういったものを薬害っていうの。だから、まあ具体的に例を見ていった方が分かりやすいんだけど、要は意図してなかった、気づけてなかったとか、逆に分かったんだけどすごい対応が遅いとか、隠したとか、そういった薬での健康被害が薬害っていうんだよね。で、具体例なんだけど、1個目ね、ジフテリアの予防接種、1948年から大体49年、京都と島根、なんで島根やねんって言うんだけど、ごめん、名前忘れちゃったんだけど、大阪の製薬企業が作ったね、そのジフテリアのワクチンが無毒化されてなかったの。要は、ワクチンってさ、まあ、完全に殺しちゃう場合もあるし、その毒だけ、毒と似たようなものとか、あとは生きた菌とか、その本当に弱らした菌とか、そういったものを体の中に入れて抵抗性をつけるんだよね。だけど毒がそのまま残ってた状態で入れたら発症しちゃうじゃん。で、そういったことが起こったんだよ。まあ1948年は戦後だよね。だからそのすごいまだ技術力のない敗戦した後だったし、で、この時って、まあ、ジフテリアが流行った後とか、あと GHQ からなんかもっとちゃんと早く予防接種やれよとかいろいろ押されてたところで、実はこの大阪の製薬企業ってできたばっかりでまだ技術力がないとか、そういったことがあったんだよね。で、まあ、このジフテリア予防接種の、まあ、ちょっと内容入ってくるんだけど、まあ、要はワクチンの中で無毒化されてない毒素が残ったままで、まあ、死者84名、被害者1000人以上となって、で、本来さ、やっぱさ、ワクチンっていろいろ検査されるんだよ、本当に大丈夫かなって。ただその検査がずさんなので、で、この検査はやっぱさ、ワクチンを作るにあたって、まあ、大きなもので今ドンドンドンって作るんだけど、そういうふうに作ったものを検査していったら半分が不合格になるよとか、本当にそういうレベルで質が悪い状態で、でもちゃんと作られ検査されてなかった。なんで検査されてなかったかって、ちゃんと無作為に、じゃあこっからちょっと薬抜こう、あ、ワクチンか、ワクチンを抜いて検査しようとか、そういうふうにやるのが正しいのに、あらかじめじゃあこれを調べておいてくださいって3本注射器を乗ってるじゃないけど、サンプルがあるよみたいな、そういった状況で合格してたやつだったのね。
で、まあ、それだけならまだ良かったんだけど、まあ初めね、京都と島根、まあ、京都の方が先に接種始まったので、で京都でなんかすごいやばい、なんかジフテリアになっぽい人、要はすごい発熱してる人が多くなった。でそういう人たちみんななんか予防接種というか、でじゃあちょっとこのワクチンやばいんじゃないって感じで、やっぱ検査に回ったんだよ。でもその検査中に次島根で予防接種が始まる期間になるわけで、でそこでしっかりと伝わらなかったの。で一応ちゃんとは伝わってて、その強いワクチンが、あ、強い副作用が出るから、その例えば京都で使われたのと同じさ、うん、家庭で作られたもの、製薬企業で作られたもの、まあ、製薬企業で作られてこの日に出荷されたものは使わないようにしてくださいって感じで言ったんだけど、その前後をね、要はさ、その1日とか前とか後でも大して変わらないわけだよね、危険性は。だからその本来ちゃんと取るべき対応は、例えばその製薬企業が作ったものは使わないでくださいとか、そういうふうにするべきだったのに、この製薬企業が出したここの部分だけ使わないでくださいっつって、だから結局他の日とか他の、なんだろう、まあ瓶が違うんじゃないけどさ、そういったものが違うものを島根では接種されて、そうだよね、島根だとその村で接種されて、結局100人なんか受けた人全員がそういう発症しちゃったよって、もう 100% 発症したっていう例もあるみたいで、まあ、そういうふうにちょっと対応が良くなかったと、そういったことはあるんだよね。で、なんだろう、まあいろいろと裏はあるって言われてはいるんだけど、やっぱ最近になってもまだよく分かってないというか、結局国とかは隠しちゃったっていうところもあるんだよね。っていうのがジフテリアで、それそこそこ有名なのがサリドマイド、聞いたことあるかな。すごい有名で、サリドマイドって一応睡眠薬なんだけど、妊婦さんが使うと奇形児、特にあるのは足が短くなる、そういった奇形児が生まれてきちゃうよっていうのでやっていく薬なんだけど、まあこれって一応ドイツでね発明されて、すごいいいなって感じで使われてたんだけど、やっぱりヨーロッパの方でなんか奇形児多くなったよねって話になって、よくよく調べてみると、妊婦さんが受精してから胎児になるまでの間、要は細胞分裂とかしてる間にその薬を飲むと、まあ、飲んだ人がなんか奇形児をよく産むという感じで分かって、あれやばいんじゃねって思ってドイツが警告を出したので、警告を出したら EU はやめたんだよ。ピタッてもう市場から回収してやめたの。ただ日本はそのもちろん警告は来たのね。もちろんドイツのメーカーと提携して、まあ、技術をもらって日本でも作ってた。でその会社からも再三やめた方がいいやめた方がいいよって言ったんだけど、国とのいろいろねその会議とかでやっぱり続けちゃったんだよ。で要は国の対応は良くなかったんじゃないかなとか、製薬企業、もちろん製薬企業もなんかそこそこなんだろう地位のある人をそのヨーロッパに派遣とかしてたんだけど、派遣しててもそのなんだろう警告出したさ、いろいろ詳しく調べてた人と会えないとか、会っても数分でしか会えなかったとか、そういった感じであんまり調べられなかったよね。でここら辺はやっぱ昔の話なんだけど、ちょっと最近昭和になってくると血液製剤の名前がよく出てくるの。血液製剤って何かっていうと、例えばさ、なんか出血しやすい人とかにじゃあ血液が固まるように血液凝固因子っていう、その、まあ、要は血小板とかもちろんいろいろあるんだけど、そういったものを投与しようとか、そういった薬ってさどうやって作るかってさ、血小板って要は血でしょ、血の一部じゃん。あんなもんってさ人工的に作れる、あれはもう人工的に作れたら iPS 細胞とかあの話になっちゃうんだよ。ってことは他の人から血をもらわないといけない、その血から作っていかないといけないってので作ってたんだよ。たださ、その C 型肝炎とか、HIV って血液を通して感染するものね。で、それが例えばちゃんと無毒化できてないとか、例えば HIV の血だったらじゃあそれを排除するよとか、そういったものができてなかったの。それで、まあ、C 型肝炎の方はそのウイルスが、まあ、あってもいい、だけどちゃんと消毒
不活化っていうんだけど、要はそのウイルスが全然機能しないようにしてから、そう薬として使うっていうふうにしてたんだけど、それが不完全だった。なんでかって、加熱をしたら OK なんだけど加熱してなかったの。え、じゃあ加熱すればいいじゃんって言うんだけど、当時の技術だと加熱するとさ、血液ね、まあ、普通に加熱しないで違う方法でその不活化させた場合と、加熱して不活化した場合だと10対1ぐらい、要は10分の1ぐらい量減っちゃうの、同じ血液使っても。だからすごい効率が悪いってことで、あまり加熱は使われやれたされてなかったの。でもやっぱこういうことがあって、まあ、加熱するようになったのかな。あとは昔はね、その今だと輸血に、要は採血、輸血用の採血赤十字がやって、もしそれで使われなかったとか、そういった輸血由来のものを全部血液製剤として使ってるんだけど、昔はその輸入じゃないけど、日本人じゃない人の血も入ってたし、そのちゃんとさ検査されてないとか、まあ、血を売る人がいたんだけど、そういった人のも入ってて、なんかそうなんだろう、病気とかのリスクも高かった、危ない感じのね。で HIV の方はどうかっていうと、こっちはある程度しょうがなかった。なんでかって HIV って長く長くね、どういうものかよく分かってなかった。だからエイズってウイルスなのか、それともなんかまた違うものなのかとか、だから病原体が分かってなかったし、しかも検査する方法すらなかったわけね。だからどうしようもなかったの。であとね、エイズってその要は免疫不全って、要はさ抗体、要は他から入ってきたさ病原体をなんだ外に追い出す、あの機能は低くなるんだけど、そうなるまでにすごい時間かかるのね。潜伏期間が長いっていう、要は体の中にウイルスが入ってからどんだけ、それで症状が出てくるまでどれだけかかるかな。だからさ、潜伏期間じゃないけど、インフルエンザってさ熱下がってもさ学校行けないじゃん。要はそれって排菌してる、まだ体の中に菌があるから、それのは、まあ、治った後だけど、その前のパターンみたいな。その潜伏期間ってのは長いから、例えばさ自覚症状がなくて、いや別に私まだ元気だけどエイズは持ってる、でそういった人が血を提供しちゃったらエイズになるんだよね。で、1年前ぐらいに日本でもまた話になったけど、そのエイズ、今のいろいろ検査方法はすごい発達はしてるんだけど、やっぱエイズになりたてってさ、まあ、そもそも菌が少ないから検査引っかかんないでスルーされちゃうことがあるのね。でそういったことがあったんだよ。スルーした人がまた何ヶ月か後にもう一回採血したら HIV だった。でじゃあ検査方法は本当に良かったのかとか、そういったことが言われたんだよ。まあそれは薬剤ではないんだけど。で他にね、イレッサって、これが多分一番新しいんじゃないのかな。で実際に薬剤に含むか含まないかはすごい微妙なんだけど、イレッサっていうのは肺がん治療薬で、副作用に間質性肺炎、まあ、要は肺炎の一種で肺炎になるっていうのがあったのよ。だけどこのイレッサってなんか副作用の少ない抗がん剤みたいな感じ、すごいドーンって言ったり、そういうデータをねあったんだよ。やっぱ肺炎になるリスクとか、でもそんなこと言わなかった。でもしかするとその、あ、知ってる人はいるかもしれないけど、薬ってやっぱ副作用とかそういった危険性とかリスクとか、そういったものを、まあ、警告するために、その添付文書っていうのがやっぱ企業が出してるのがあるんで、でそこに警告もちゃんとしてなかったの。肺炎の危険なありみたいなのがなかったわけ。だそういったふうにちゃんとそのデータを出したりせずに隠してたわけだ。でこういったのが薬害、大体ちょっと分かったとは思うんだけど、で薬害、もちろんインフルエンザとかのタミフルも薬害じゃないんだ、じゃないのかって言われてはいるんだけど、あんまり薬害って言わない。で、なんか薬害と薬害じゃないものの明確な差はあんまりはっきりはしてないんだけど、今回さ具体例として挙げたものはよく薬害として言われてるもの。で、この薬害ってさ、まあ、そうだな、ジフテリアとか C 型肝炎、HIV とかっていうのはその当時の技術力的にちょっと難しいところはあったけど、でもさ、その確かにその失敗をなんだろう、なくすことはできなかったけど、ちゃんと国とかが対応してれば最小限とどめることができたと。だからそういった、もし何かあった時にちゃんと対応する
っていうことが大事だと。であとはまあイレスナー事件で言ったけど、まあ、要は隠さないことでちゃんとそういうリスクとかは言うと。で一応ね、薬害になった人、薬とかでなんかこういう健康被害になった時の人のためにも一応ね、医薬品副作用被害救済制度っていうのがあるので、一応やっぱりこういう薬害にあった人っていうのは完全になんかもうああどうも前じゃなくて、一応ちゃんと国から救済は受けてる。だけどその救済が不十分とか、その認定がちゃんとされてないとか、なんだっけな、 C 型肝炎のやつだったかな、あれはなんか2000何年かにさ、その認定するための人のリストがほったらかしになってたみたいな、まあそういったこともあるんだよね。まあこういったのは薬害で、多分薬害っても聞かれることは少ないとは思うんだけど、例えば医者になりたい、薬剤師になりたい、多分そういったきっかけにはなるものだと思うので、あとはまあやっぱ知っとかないといけないものなので、まあいろいろと知っといてください。まああんまり楽しい分野ではない。多分ね、次回のね、あの医薬品のオンラインネット販売すごいホットな話題だし、いろいろ聞かれるとは思うので、まあぜひこれも忘れないで一緒に聞いてください。それでは皆さん、お疲れ様でした。